こんにちは、スプリングです。私は今大阪府島本町、向こうに見えますのはサントリーの工場ですね。まあ、サントリーといってもまあいろいろあるわけですけども、まあ、こちらはねウイスキーを作っている、まあ、ウイスキーの中でも有名な山崎というね、ものがありますけども、私もウイスキー大好きなんですけどね、まあ、それを蒸留しているような場所になるんですが、その手前にはこのように東海道本線が走っております。そしてまあここは福々線の区間ということでね、まあ、京都と大阪の間、非常にたくさんの列車がね往来する場所になっております。こちらサントリーの工場、まあね、まあ、ここ結構ね有名な撮影地になるわけですけども、まあ、サントリーのこの山崎、まあ、崎か、と呼ばれるね、お酒を作っている場所という関係から、まあ、ここではねサントリーカーブという名前がついております。まあ、関西で一番有名なカーブといっても過言ではないかなと思うんですけども、本日はこのサントリーカーブで、まあ、狙うものは特にないんですけどね、撮影をしていこうかなと思います。まあ、全く来る気なかったんですけどね、まあ例のやつが新鉄の虫というやつがね、サントリーカーブ行きたいとかなんか気持ち悪いこと言うので、まあじゃあ行くかって言った次第なんですが、まあね、まあ本当にたくさんの列車がやってくるんですよね。まあ、ちょっとまだ写真を撮るね準備ができていないんですけど、奥からサンダーバードがやってまいりました。あ、サンダーバードじゃないね、これコウノトリですね。後ろはなんか独特な塗装をした289系、まだ明智光秀で走ってるんですね。大河ドラマ終わりましたけどね。さあ、そして今度はこちらこそ、サンダーバードですよね。まあ2連休だったかな、3連休かということで増結がされております。では12両編成のサンダーバードが通過をしていきました。やっぱ迫力ありますね。まあね、まあこのコロナということでなかなかねお客さんがいなかった時期があったんですけど、まあ今ではねかなり需要も拡大をしたようで、この連休とかに関しては増結がされているようです。スーパーアクトも通過をしていきましたね。さあ、そして奥からやってまいりましたのは関西が誇る化け物快速、新快速列車です。こちらもね12両つないでおります。後ろは225系の100番台でしたね。というわけでまだちょっとカメラのセッティング終わってないんですけど、こちらからね撮影をしていこうと思います。いや、こう見ると本当に大きなカーブですよね。まあ昔はね、まあ寝台特急とかが朝方に帰ってくる、まあ基本的に朝とかが巡行になるんですけども、いやーね、そういうような頃に撮影行きたかったなと思うんですが、やってまいりましたな、 EF210。 大動脈東海道本線を走っていくこの EF210 の貨物列車、まあちょっと後ろかつかったかなと思うんですけども、まあ、こんなね超大編成が入るほどの大きなカーブでございます。いやちょっとねやっぱりこのカーブはいつ来ても迫力ありますね。私来たのおそらくもう8年ぶりとかかなと思うんですけども、まあ、ちょっと久々にねここに来て撮影をしております。まあね、こちらの YouTube 解説をしてからもうそろそろね1年半とか経つわけですけども、まあその中でもねここのカーブ紹介したことがなかったので、まあ、ちょっといい機会だったかなと思います。奥からやってまいりますのは EF510 青五島の経緯の貨物列車がやってきました。ちょっと後ろの方にスカがありましたけどね、写真こんな感じになりました。やっぱりねこの東海道本線ですけども、まあ、もう東京方面であったり富山方面、まあ強いてはねもうこの青森まで行ってしまうような貨物列車、いやそういうようなものがね、たくさん走っているから非常にね面白いところですよ。まあ本当にね昔の寝台特急とか撮りたかったなと思うんですけど、最後にねここで撮った北栗とか撮影をしたことありますので載せていこうかなと思います。
まあ今ではね、もうやってくる列車も数えるほどになってしまいましたけども、まあ本数は非常に多いんですけどね、種別が数えるほどになってしまいましたが、いやーしかしね、このカーブの迫力は健在ということですね。新快速も非常に収まりがよくね、撮影することができます。さあ、そしてまた奥から何やら列車がやってくるようです。これは何がやってくるのかな。まあ基本で、まあ新快速が15分に1本走るんと、内側はね、快速列車、普通列車、そしてまあ特急とかもハルカであったり、サンダーバード、スーパーハクト、まあこの鳥の回送とかね、浜風回送とかいろいろあるわけですけど、今度はハルカがやってまいりましたね。キティちゃんの塗装をまとったハルカが通過をしてきました。まあ貨物列車もね、まあいろんな種類があるわけですけども、 EF510 の牽引、 EF66 の牽引、まあ EF65 の牽引、まあいろいろあるんですけどね。まあそう考えると、まだ結構走ってるもんですかね。まあ取れる時間っていうのはいろいろあるわけですけど、まあサンライズとかも走ってますよね。まあちょっと枕すぎて取れないとは思うんですけど、まあ走ってるうちには、変わりはないかなと思います。さあ、そして30分経ちまして、またまた、サンダーバードやってまいりました。おー、後ろは6-1でしたね。いや、ちょっと反対の顔を取りたかったなと思ったんですけども。まあ、しかしながら、この12両のサンダーバード、ほんと迫力があって、かっこいいですね。いや、ほんと模型が欲しくなります。さあ、そしてまたまた列車やってまいりました。こちらは内側線を走行する221系。まあ、221もね、もう本線からいろいろ撤退をしておりますので、まあ、これはちょっとね、いい機会だと思って撮影をしてみました。さあ、そして内側が通過をすると、今度はまた外側から列車がやってくるようですね。いや、本当にね、もうたくさん列車がやってきてね、まあ見てて飽きない場所になっております。今島本駅のあたりを通過をしておりますのが、これからこちらにやってまいります。新快速、いや新快速本当に足が速いですからね。まあ確かね、山崎の駅の手前で制限があったかなと思うんですけども、まあ基本的にね、最高速度130キロで走るこの快速列車、本当にね、いい意味で頭おかしいなと思います。まあ今ではポップスピード130はあんまり出さないのかなと思うんですけども、まあ、内側はね、まあまあちょっと短いっていうのもあって、まあちょっとって感じなんですけども、まあ221系ですのでね、せっかくなので撮影をしておきました。 B10 編成、6両編成の快速列車でね。さあ、そしてこちら側は後からやってきましたのが新快速列車、福井県の敦賀まで行く列車になっております。さあ、そして今度はスーパーハクト。まあちょっとこれはね、撮影をしたんですけど、収まりが微妙でしたので、写真は現像していません。ごめんなさい、めっちゃ嘘つきました。写真ちゃんと現像してましたね。こんな感じです。まあスーパーハクトもね、かっこいいんですけど、なんか都会で撮るより田舎で撮る方がいいんですよね。まあ地図急行線内とか、ね、かっこいいですからね。さあ、そしてまたまた新快速やってまいりました。まあ基本ね、ほんと15分に1本やってきますので、いや楽しいですね。もう新快速もね、基本もすべて12両で運転されておりますから、まあこの長大編成、非常に収まりが良くてかっこいいなと思います。223系好きの私には、持ってこいの場所です。さあ、そしてまたまた221系。そして奥からまた何か列車がやってきそうですね。何がやってくるかな。おお、こちらは287系ですね。お、なんか3両編成。なんじゃこりゃ。まあこれはちょっとね、アウトカーブには向いてませんね。まあ短さあ、そしてまた奥から列車やってまいります。こちらサンダーバードの金沢駅、先頭は683系、非貫通の顔つきですね。これも増結してるのかなと思うんで、まあ増結はしてるんですけどね、6両足す3両ということで、9両編成の運転。まあ先ほどのね、サンダーバードに比べて少し短めですけども、まあ、この貫通顔、非貫通の顔をしっかり撮影をしておきましょう。
いやー、6たす3たす3の12両がね、ちょっと撮りたいなと思ったんですけども。まあまあ、贅沢言わずにね、撮影をしてみました。いや、非常にかっこいいですね。更新されて微妙かなと思ったんですけど、非常にかっこよかったです。そしてこちらは EF510 の耐久列車。いや、本当にいろんな列車がやってまいりますね。というわけでね、まあそろそろ撮影を終えようかなと思うんですけど、今度は内側線を走ってくる225系の快速、そして後ろから追いかけるようにやってくる223系の新快速、これはね、最後に撮影して終わろうかなと思います。いや、結構ね、ここでもまあ先ほど北国撮影したとか言いましたけども、まあなんだっけ、トワイライトエクスプレスとかね、サロンカーダニワとかいろいろ撮ったことはあるんですけども、いやまあね、本当に行かなくなってしまいましたね、私自身も。いや、しかしね、まあこうやって、まあ、改めてやってくると、ああなんかまた撮影来てもいいなと思ったりもするんですけども、まあ何せ少し場所が遠いですからね、なかなか行ける場所ではないですが、まあまあまた機会見つけて行ってみたいなと思います。というわけで最後にね、何年前に撮ったか分かりませんけど、短い北国ですね。いや、ここで12両なんで撮らなかったかなと思う、ちょっと今ではね、後悔してるわけですけど、まあまあ1本だけでもまあ刷新があってよかったなと思います。そうすると何やら黄色いのが止まっておりました。ご視聴ありがとうございました。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。こちらのチャンネルでは鉄道写真をテーマにした動画を投稿しております。動画がいいなと思われた際はチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。過去の動画もぜひご覧ください。